相性がいい。その何、視聴者受けしとるかどうかは別よ、うん、人気がないのは分かってるよ。ただニコ動の方のがちょっと認知度上がってるのかな。結局アップしてる人の量が絶対的に少ないのと、こんだけ高頻度でアップロードしとるから目につきやすいから、うん、狙いはしてあるけど、結構基本的な疑問なんだけど、うん、チャンネル登録、うん、高評価、うん、押してねとか言うやつ、あれあれさ、押すなんかやっぱいいことあるの？それはね、実は昨日収録した動画にちらっと言ってたんだけど。まあ、簡単に言うとチャンネル登録に関して言うと1000人超えるかどうかだけ、うん、もう超えてるから1000人ぐらい、今300人ですよ。あ、そうか、おお、割と真ん中から増えてきたかなと思ったけど、うん、いや増えて300人だよ、でもまだ300人か、うん、今335人かな、今収録時点で、うん、1000人超えたらなんか何、もう割と検索がわかりやすくなるか、じゃなくて単純に収益化の審査対象になるかどうかなんだわ、はいはい、だから YouTuber として稼ごうということを考えるなら、はい、1000人はいかないといけないのよ、はい、999人だったらどんなに何百万再生されるようが、はい、そもそも審査対象外なので、うん、だから1000人までは超えないといけない。で、正直言って1000人超えたらチャンネル登録者数ってぶっちゃけそんなに意味はない、うん、ただなんて言ったらいいの、分かりやすいや、数字としてみんながパッと目につく数字やし、なもんでその何百万人達成とかって言って、まあ、今最近だとレペゼント、コムドットが400万人達成でなんかわーっと盛り上げる、ね、生放送体験のこと、レペゼンなんて240時間連続配信やったのよ、240時間、これ10日間ずっと止めずに、回し続けて400万人目指すとかっていうやっとかやってるのが人だけど、さあ皆さんご苦労じゃ、まあでもああいうふうにして盛り上げることによって応援しようっていうファンのね、熱意とかが盛り上がって、新規の視聴者さん獲得とかいってらっしゃいって話題性になって、その結構ネットニュースではそれでしばらくずっと話題独占しとったからな、うん、っていうので結局顧客層の獲得につながりやすい、うん、まあ、でも一応チャンネル登録するとそのおすすめ動画に上がってきやすくなったりするので、うん、っていうのはあるんだけど、ここ一つミソで俺らみたいなのがね、じゃあうちがギリギリ1000人やっと達成しましたってなった場合、なんだけど、じゃあおすすめに上がるって言っても、1ページに見える動画の数って限りがあるじゃん。まあ、サムネイルのね。そう、サムネイルの。最初に YouTube をポンと開いてくるから、サムネイルでくる位置なんで、まあ、10個とかだよ。頑張って10個とかだよ、今。うん、この10個がイコールチャンネル登録したらここに絶対入るのかって言ったらいいんじゃない、うん、なぜなら例えばその人がうちのチャンネルだけ登録してるんだったらうちのネットはほぼ確実に入ります、し上げればね。だけど、例えば東海オンエアだったらヒカキンさんとか登録をしてるんで、まあ、トップ YouTube の人も登録しとって、ああこの人も面白い、なんで登録してる場合、これがほとんどっていうかほぼ全部だと思うんだ、うん、8割方はこれだと思うんだよ、うちのところ登録してくれてる人って。そうするとどうなるかっていうと、じゃあおすすめの枠に入ってくるのはまずまあこの人を 1000万人超えてるし100万再生とかされてるから人気だよねって言って、そういう人たちからおすすめの順番に表示されていくと、結局チャンネル登録してくれててもうちその人のトップページに俺の動画がポンって上がってこない、うん、っていうのはある。だから10万人以下のチャンネルは特に、10万人超えてない
チャンネルの人たちはリマインダー登録もお願いしますっていうのをよく出してるのはそれ、リマインダーっていうあのベルのボタンね、あれを押してもらうと新着動画 の, あの この人が新着動画をアップロードしましたっていう通知がいくから、うん、確実にあのアップロードしたことが伝わる。チャンネル登録しててもあのそのリマインダー登録されてないと うちらみたいな人は結局表に上がってくるから、あのいいよ、能動的に見てくれる人はいいのよ。 あれそうや今日アップロードしてないのかな、ああアップロードされてるやんってステップして見てくれるっていう人がいっぱいおればいいんだけど、うん、基本的にはそこまで考えてみないじゃん。 YouTube とか見るときに、パッと来て、ああなんか面白そうこれ、ポチッって感じよ。そう、ああ大丈夫これ面白そう、ポチに、入れるかどうかっていうのがすごく大事。だからトップ YouTuber の人は伸びるっていうのはそれなりよ。ログインも何もしてない状態のときに一番最初に YouTube を開いたら誰が出てるのかって言ったら、そしたらやっぱヒカキンさんとかなわけよ、うん、だから最初のインプレッションが絶対的に強いから、うん、だから認知機会が全然違うって、別に違う、うん、っていうのは一つすごく大きいと思う。多いと、関連動画としてあの他の見てない人に、繋がりやすい。あと急上昇に乗る、あの急上昇っていう方があるんですけど、それに乗るための指標になってるらしい。これはうちの今調べてるところではあるんだけど、面白いデータを取れとって、一番再生数を伸ばすのに重要なのはコメント数。昔は動画伸びてるのはコメント来てんじゃんってなっとったから、やっぱ動画の再生伸びるとコメントがつくなと思っとったよ。でも厳密にその調べてみると、いや逆やな、コメントがつくとその後からポンって伸びてるんだよ。コメントつくつけてもらうのが大事やなって分かってきた。どうもその傾向があると。だから同じように気がついたのに人たちなのか分からんけど、最近いや、あのコメント全部返信するように変えますんで、あのとか、あのいいねボタン、あのハートマークあるやん、あれを押すんで、ぜひコメント書いてくださいっていう人がちょっと増えてきてる。まあ、多分同じ傾向を作ってる人じゃないかなと、うん、うちみたいなところなんですけど、実なんか10再生の動画なんかあのシリーズで上げてるやつの第18話とかだけ急に300再生とかピュッて上がるとことかあるけど、あれ何やろと思って見てみるとコメント入った動画だよな、うん、多いわ。だから今ちょっとそれで注視してるのが、広駅ってあるやん、呉市の、はい、広島県の呉市に広ってあるやん、あそこの動画であの新規の方がコメントを書いてくれたのってやることがあると思って、その動画がどれぐらいそこから言ってくるかによってそれがある程度実証されるかな。多分一番大きいコメントっぽい。